セリーグ、阪神 DNA、12回戦、6日、甲子園、DNAK が自身4連勝を目指し、7日の阪神戦に先発する。阪神と初対決に臨む来日1年目の左腕はキャッチボールを行うなどして調整し、相手がどこであろうと、まずゾーンで勝負すると表情を引き締めた。米大リーグのブルージェイズでチームメイトだった来日2年目の阪神。 ビーズリーから日本野球に適応するための助言をもらっているといい、アメリカの当たり前を持ってきすぎないように、などと伝えられたことを明かした。